こんばんは、速っか、塾の久保ですえ。先頃ですね、東京の小池都知事が会見されまして、その会見の中で出し抜けにというかね、抜き打ち的にこんな発表されましたよ。オリンピックは7月23日にやりますということで、バッハ会長と森会長とお話が決まったということでした。これ、緊急事態宣言を出した後でこの発表をするのと、あとね、このオリンピックが決定しましたよ、 っていうふうに言った後で緊急事態宣言を出すのと要求するのとこの順番も結構考えられたと思うんですよねまあ考えれば考えるほどせこいですとしか言いようがないというかねなんかこうすでに悪意を持って小池百合子さん私が見てしまう私の眼鏡が歪んでるんでしょうかねまあけどちょっと考えにくいのは一年で2回も緊急事態宣言を出してもう感染が止まらないよって言っているね日本で最悪の都市東京ですよ ね。それでオリンピックはやるそうなんですよ。で、成人式は中止にさしたらしいんですけどもね。成人式みたいな小人数なところがダメで、オリンピックみたいな大人数、まあ大人数集まんないと思いますけども、そういうところはやれというねいや。小池さんが自分で走ったり飛んだり跳ねたりするんだったらいいんですけども、この人、あの、涼しいオフィスで見てるだけでしょ。うん、どうなんですかね。もうあの、森会長にしても自分がやるわけじゃないんですよ。自分は、 うーん、失火か,かお金もらうだけで、バッハ会長に至っては日本に来るかどうかも怪しいわけですよね。これは一体どういうことなのかなっていうことと、うん、あと、外国から選手の方来るんですかね。まあ、無観客時代っていうのもありますけど、無観客試合ね。チケットなんて全く売れなくて、大赤字の無観客試合そればかりか、無選手試合っていう風になっちゃうんじゃないかなと。で、 参加してるのは日本の選手ばっかりで、金メダル、うん、金銀銅、そうなめみたいな感じを狙ってるんですかね。いや、せっこいですね。他の国から来れないことをいいことにね、メダルを日本独占するらしいんですよ。これ、スポーツマンシップでいいんでしょうか、これで。いや、ぜひね、あの、オリンピックの選手に、代表選手になろうとしてる方は、うん、まあ、ね、出てもらってもいいんですけども、みんなでボイコットするぐらいのことは、 起きちゃゃうんじゃないですかこれは大丈夫ですか選手生命が立たれちゃうことも考えられますからね。やるにしてもやらないにしても。いや、どうなんですかね、これは。無責任にもほどがあるような気がするんですけども。いや、反面ね。実は、新型コロナウイルスは、何の害もなくって、放置してもいいっていうのを、これ言っちゃってるってことなんですかね。もうますますね、わけわかんないですね、これは。どう考えればいいのか。まあ、10年ぐらい経ったら、今のこのドタバタってのが、結構冷静に見れると思うんですけども。 ことが起きてる時って分かんないもんですよね。さあ、新型ゴルドウェイルスが危険だとか危険じゃないって言ってる人も、誰かが言ったからそうなんだっていう風な意見だったり、どっかに書いてあるからそうなんだっていうことで、自分で顕微鏡を見たこともないわけですよね。いや、私もそうなんですけども、はっきり言って分かりません。<laughs> 分からないけど、世間体を考えて一応恐れるふりはしとかないといけないかなとは思ってます。で、えっ、ー、と、クラスターに関してなんですけども、散々パラね、 夜の街がどうこうとか言ってて、で、保証しなかったわけじゃないですか。だから本当に夜の街が危険だって言うんだったら、保証して、夜の街休んでも大丈夫なのにね。キャバクラもホストも、ちゃんと休業保証して、潰れないようにして、お金をどん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 配ってね。休んでもらえばよかったんですよ。そしたら感染経路がどこなのかはっきりしたのに、そんなことしないもんだから、やっぱりやる人とやらない人って出ちゃいますよね。で、相変わらず夜の街に原因があるって言ってるけども、いや、そうなんですかね。 全然わかんないですよ。夜の街だろうが、昼の街だろうが、じゃあ、夜の商売してる人だけが、その感染しやすいってことなんですかね。どうでしょうか。うん。だって、東京都庁だって人がわんさか詰めてるし、何よりもね、満員電車でなんでね、クラスター起きないんだって話ですよ。そう思いません。あとね、極めつけは、性風俗店です。性風俗店では、感染源であったりとか、クラスターが起きたエビデンスはないっていうふうな発表、今日もされてましたけども、いや、そもそもね、 濃厚接触者の追跡操作するときに、私は性風俗店に行きましたって答える人いますかねこれ一人もいないと思うんですよ。プラス、麻雀店でもクラスター発生してないって言ってますけども、あの、かけ麻雀店で麻雀やってましたっていう風に告白する人っているんですかねだかこれね、言えないのいいことに感染源に上げてないだけで、なんか、寒い、寒い関係だったなと思いますよ。いや、これで本当に専門家って言うんだったらね、 専門あの玉川さんじゃないけどまあインチキ会見という風にまとめさせていただくのが私の意見ですけども皆さんどういう風にお感じになったでしょうかオリンピック7月23日いやーもうオリンピック廃止してもいいんじゃないですかねこれはいらないでしょオリンピックはというのが私の意見ですいってらっしゃい